静岡県の川勝平太知事が4月1日に行われた新入職員の入れ帳式で、実は静岡県、県庁というのは別の言葉で言うとシンクタンクです。毎日、毎日、野菜を売ったり、あるいは牛の世話をしたりとか、あるいは物を作ったりとかということと違って、基本的に皆様方は頭脳、知性の高い方たちです。ですから、それを磨く必要がありますね。原文ママ、と職業差別とも受け取れる発言をした問題で、知事は2日午後6時から取材に応じました。この中で川勝知事は、6月議会をもって職を辞そうと思う、と電撃辞職を表明しました。ネットの声、現在、イノベーション創出の観点から、世界的にダイバーシティ、多様性、の尊重やダイバーシティ経営の推進が重視されるようになっており、静岡県も同様の方向を目指している。尊重すべき多様性の中には、もちろん、職業、や、仕事に対する価値観、といった属性も含まれている。にもかかわらず、行政のトップがダイバーシティを真っ向から否定するような発言をしているようでは、多様性の理解の促進やそれによる生産性の向上、技術革新の実現は難しいのではないか。発言の内容や影響を踏まえれば、辞任するのは当然だろう。2009年から15年近く続いた静岡県知事の川勝氏が辞職を表明した。静岡県政での長期県政である4期目の途中での知事の辞任発言に、県政の放り出しだ、無責任だ、という声が出ることが予想される。静岡の県知事が、予期せぬ形でその職を辞するというのは、静岡空港の立ち木問題で辞職を表明した石川知事に続いて、連続することになる。筆者は、静岡の政治についても、川勝知事の初当選の時からずっと見ているが、こうした形で川勝県政が幕を閉じるとは思わなかった。このところ、JR 東海のリニア新幹線の完成年度の延期に対する批判や、本日の舌禍など、川勝氏にとっては、知事職への嫌気がさしたのではないか。知事選は、1年前倒しで行われることになる。県民の驚きも大きいものであると考えられる。まずは、辞職の前に、心を痛めた方に対する謝罪と、発言の撤回を、知事として行う必要がある。どうかしているのではないかというほど軽蔑すべき発言をしている。本来、公務員は国民の奉仕者であるが、そのような考え方は微塵もなく、下手をすると先民思想にすら通じる発言だ。静岡県民にも普通の判断ができる人は大勢いるのだろうが、このような人物が長らく知事を務めていること自体、静岡県民全体の良識を疑わざるを得ない問題だと思う。辞任は当然だが6月は遅すぎると思うので静岡県民の良識を期待するしかない。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。梅南高校。